一人の武将者がいる。奴の部屋四畳半は万年どこがない。汚れた汚れた汚れた食器棚。ここに一人の武将者がいて、奴の味噌話今日この頃は即席ラーメンとカサカサになった食パンが。何も片付けようとしない、汚いことなど構わない。風呂など月に一回入ればいい方で、下着はいつも赤だらけ。汚い埃にまみれた自分もちっとも気に留めやしね。綺麗などということはちっとも気にかけねえ。万年どこの横を見てごらん。7日前に来た電報の父貴徳知らせも見ずに、埃にまみれに置いてある。埃まみれに置いてあるね。何しろ何もが武将なやつさ。